熊重力熊重力は、近現代中国の著名な学者であり、真珠科の代表的な思想家である。原名は、つ友だが、まずひさし、定中と改名し、後に重力と改める。号は、古神うルシエン老人とこうした。清岡府清岡県の出身。父親は、豪村の塾教師であった。若くして、父母を失い、軍に入った。 1911年の内外を侵犯させた武将記義に,に参加し、古北特軍不参謀に任じられる。1917年に甲州へ行き、孫文が推進する語法運動に参加したが、その失敗の後、哲学研究に先進することを決意。1920年には南京の品内学院に入り、応用教務大使に従い、仏教学を研修した。その後、 武将の文化大学、天津の南海中学、北京大学、石膏大学で教弁を取る。日中戦争の勃発後、北京大学の移転に従い、南して、昆明に移り、楽山また聖書院で、総う明ら理学を講じする。彼は、ある民族が存続するためには、自己の哲学と自己の文化を持つことが不可欠であると、考えた。これにより、 精力的に儒家の学説に対する研究を開始した。また、度胸を示せようなどの儒学に関する著作を表し、コテキラの人々の全にしかの主張に対して批判を展開した。ただし、政権の手になるという教典の中に、陳明することなく、伝統的な儒学に対して徹底的な反思を加え、なおかつ、その中に諸子百科の諸説をも飲み込み、樹物をも融合し、 一個の主弁的で緻密な中国化した哲学を独創した。1944年、その新唯意識論を上司し、重慶常務院員書館より中国哲学会の中国哲学総書講習の第一部として出版した。本書は彼の最も主要な思想書であり、熊重力の哲学思想体系が完成したものである。彼の思想の変化を端的に表現すれば、 文言文本は、なお、新物家の学者の諸説と評することができ、それに対して、五体文本は、真珠科の学者の著作とみなすことができる。そのやや後に出版された、重力語用、重力語用、発俗などの書中において、熊重力の真珠科哲学思想の主要な内容が展開されている。解放後、首届全国政治協商会議に参加、その後、 全国政教234届け委員に選任される。1968年5月23日、文化大革命の迫害を受けた後、上海で病没。新有意識論、厳樹、対有論、民進編、富津加盟省通尺、健康広史など。熊学の研究者は、中国国内のみならず、海外にも多く、大英百科全書の中でも、熊重力と、 ヒョウトモランは中国現代哲学の傑出人物であると紹介されている。またその三大弟子と言われる無臭さん、トークン、タケシ、ジョウフクカンは熊重力と異なり、大陸を逃れ、香港や台湾で活躍した。ありがとうございます。